ご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。今年は江戸の馬のように戸田市を駆け回りご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは新年にあたり、まずは神保市長を訪ねたいと思います。神保市長、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。では市長から市民の皆様に新年のご挨拶をお願いいたします。市民の皆様、明けましておめでとうございます。平成26年の輝かしい新春を健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。さて、我が国が人口減少社会へと突入する中、本市では人口の伸びが続いており、昨年10月には人口13万人を突破いたしました。また平均年齢が県内一若く、子育て世代層が多いことから、本市では特に子育て支援策に力を注いでいるところです。昨年は子ども医療費無料化の対象年齢の拡大や、民設民営による保育所の開設を推進するなど、積極的な子育て支援策を展開してまいりました。本年につきましても、民設民営による保育所が新たに3園開所するのに加え、かねてからの要望のありました学童保育室の入室対象学年を小学校4年生まで拡大するなど、子育て環境のさらなる充実を図ってまいります。また市民医療センターのリニューアルや新津南多世代交流館の開設など、市民の皆様が安心して快適に過ごすことのできる環境づくりを推進してまいります。本年は平成24年度から市民の皆様と共に取り組んでまいりました自治基本条例の制定作業がいよいよ大詰めを迎えます。4月には新たな組織として共同推進課を設置し、本市の新たな自治の指針となる自治基本条例の制定に向け、市民の皆様と共同によるまちづくりを進めてまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。神保市長、ありがとうございました。ところで神保市長、1年の計は元旦にありと言いますが、この1月から何か新しいことを始めようと考える方も多いと思います。そうですね。そこで今回は、市民の方にとってはとても身近でたくさんの講座などが開かれている公民館を取材してきましたので、ご覧ください。演奏しているのは戸田ルネッサ吹奏楽団の皆さん。このコンサートは新津公民館のホールで開催した2009年のクリスマスコンサートから始まり、その後市民が気軽に音楽を楽しめる機会として定期的に演奏会を実施するようになりました。この演奏会が実現に至ったのも、市民の交流の場を提供したいという公民館の目的と、日頃から市内で活動する楽団側の発表の場を求める目的が合致したからです。日頃から練習を重ねる楽団のメンバー、年齢層も幅広く、親子で練習に参加している方もいます。もともと学生時代に演奏していた人、演奏経験はないけれど楽器に興味があり一から始めた人など、それぞれ音楽が好きで集まったメンバー、練習を重ねるうちに日頃の成果を発表する機会が欲しいと願うのは自然な流れです。若い方からお年寄りの方までお集まりになる、社会教育施設ということなんですけども、我々自身もライフワークで音楽やってるもんですから、それに応じて一緒にみんなで集まれる場で楽しめ、そういったことができればいい場だと思ってます。私たちもこの戸田市で、こういった活動をやらせていただいてまして、こういった本当に素晴らしい施設を借りてですね、演奏ができるっていうのは本当にありがたいことでして、本当に会場もいいところなんで、楽しく演奏の方をさせていただいてます。
そしてこちらの観客席側にいる地域の皆さんも本格的な演奏を楽しんでいます。地域の皆さんにとっては身近な場所で本格的な演奏を気軽に聴けるとあって、年代を問わず大勢の方が集まっています。この公民館でのコンサートっていうのはいかがですか？親しみやすくていいと思います。来やすかったですね。地域の方とか、またお年寄りの方とかいろいろといらっしゃるから、子供連れとかなんかで気軽にファミリーですから来られてよろしいんじゃないですか？すごくなんか面白くて、なんか見てる途中にもなんか楽しかった。今日すごく感動しました。はい、よかったです。回を重ねていく上にいろいろこう、なんていうかな、交流も深くなってきたし、だから今日なんかはなんていうの、みんなからアンケート取ってね、で3回以上参加してる人って言ったら手を挙げろって言ったでしょ。で LINE の皆さん3回越してるじゃないのって言われて、後から LINE がねくっついてくるみたいな、ああいう一体感ってすごくいいし、一緒に入ろうよって言ってるわけね、しかもですね、ああいうのはどんどん進めてほしい。こちらの新座公民館の特徴は何といってもホールがあること。今回のように音楽の演奏会や映画会など多彩なイベントを実施しています。ビッグバンドの演奏会や映画会、人形劇、地元南稜高校の演劇部公演なども開催。このほか料理教室や趣味の講座、教養講座、健康教室など幅広い分野の事業を展開し、市民活動の場として中心的な役割を担っています。こうした公民館は市内4カ所それぞれ特徴を持った事業を展開し、地域の障害学習施設の拠点として、市民の出会いの場、触れ合いの場、学びの場としても利用されています。それではファミリーコンサートでの戸田ルネッサ吹奏楽団の演奏を BGM に、各公民館についてもう少しお知らせしたいと思います。まずは公民館祭り。市内4つの公民館には多種多様なサークル団体が活動していますが、身近な地域のサークルにはどんなサークルがあるの？と興味がある方におすすめです。今回お邪魔した新座公民館では公民館祭りの前夜祭として公民館バンド祭りも開催されます。このほか各公民館では日頃から多様なニーズに合った講座が各種開かれています。お近くの公民館でどんな講座があるのかを知りたいという方は、戸田市のホームページをご覧になるか、戸田市の広報誌または各公民館で毎月発行している公民館だよりをご覧ください。参加者を募集している各公民館での講座が確認できます。各公民館では子どもからお年寄りまで気軽に始められる講座が多数あります。費用の負担が少ない講座が多いので、興味を持ったらまずは参加してみるのもいいですね。参加後にもっと本格的に活動したいと思ったら、既存のサークルに参加して学び、触れ合いを深めながら発表の場を目標に励んだり、仲間を募ってサークル活動を始めるのもいいですよね。1年の計は元旦にあり、皆さんも身近な公民館で出会い、触れ合い、学び合いを始めてみませんか？それではファミリーコンサートの演奏を聴きながらお別れしましょう。